僕静かにしてくれ。ええ、喋ってくださいよ。なんか解説してください。いやいやいや、嫌です、嫌です。なんでですか。声出してください。これはもう全然、あ、普通におしゃべりしたくないですか。普通におしゃべりしてください。え、すいません、僕の趣味に付き合ってもらって。一応ね、どうですか、人気あるですか、新型。そうですね、やっぱりラングラーなので。ラングラー。まあ当初から引き続きっていう感じですね。突き当たり左になります、はい。まあただ今日乗ってもらったのが 3.6 リッター。ああ、2リッターターボも出たんですよね。そうなんですよ。今回から2リッターターボと 3.6 リッターの2タイプ。ただ 3.6 リッターのエンジンの供給が追いついてないので、あ、今国内で行くとこの看板左ですね。はい、ですね。ああ、2リッターのがいっぱい出回ってるんですか。実は人気があるのは 3.6 です。ああ、やっぱあれですかね、ラングラー欲しい人はダウンサイジングターボだと不安みたいな。そうですね、まあそういった方もいらっしゃいますし、あとやっぱり、まあ、ラングラーに乗り換えるって方、もともとラングラー乗ってらした方だったりとか、はいはいはい、そもそも大きな車を乗ってらした方、はい、なのでやっぱり 3.6 リッターっていうエンジンに魅力を感じられている方が多いのが実際のところ。そうですね、まあ確かにメーカー の、 あの思惑とは真逆じゃないですかね。多分2リッターがたくさん売れるっていう話で2リッターをガ ガーッと入れてるんですけど、まさか 3.6 リッターがこんなにバカ売れするとは。左で左、あ、右ですね。まあこういう車欲しい人はゆったり乗りたいとかっていうとエンジンも大きなのでっていう感じですかね。そうそうそう。でもあれですね、乗り味は前のラングラーとやっぱそんな変わってないですよね。乗り味そうですね、ただやっぱりあのオートマが5速から8速に上がってるので、その分スムーズ、そうですね、ゆったり走ってもらえたりとか、 あとそうですね、乗り比べるとやっぱり横揺れがある程度軽減されたような気はしますね。でもやっぱこう乗ってる感じは乗用車と違う、やっぱり 乗り心地はありますよね、リリーダークスルの車っていうか。僕はあのランクル80も持ってるんですよ。はいはいはい。それより全然乗り心地いいです。最小半径なんかも約1メーター短くなってるので、すごい変わらずにそのハンドルの切れ感がここまで。ああ、でもあれですよね、あのホイールベース長くなってるんですよね。そうなんです、だからすごいんですよね。結構こう、市街地細かい道ちょこちょこ入ってっても、やっぱり前方 JK とかもかなり使える、日常で使える車になりました。そんな感じします。変速小刻みですね。結構8速あるとやっぱりありがたいですよね、うん、やっぱり JK までは高速道路上での運転がやっぱりね、ちょっとこう苦手としてたので。高速でも回転数上がらないで走れる、ね、やっぱり凹凸は捉えやすいような気がしますよね。あそこがもう本当に揺れにすぐにこう直結して体感できてしまうというか、まあ、それを好きだという方も当然多いんですけど、ね、まあこれ好きで乗る、まあ、そういうふうな、そういうとこが好きで乗る車っちゃ乗る車ですからね。そうです。ただまあやっぱり今ジープに関しては、まあ、ラングラーもそうですけど、普通車からの乗り換えのお客様って多いんですよね。あ、まあ、やっぱスタイルで選ばれる方もやっぱり多いので、はい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 、まあ、本格的にお風呂で行くとかじゃなくてスタイルでこれ乗りたいっていう。なのでそういう方からすると、まあ、やっぱりこう揺れっていうのは、まあ、かなりこう我慢していただかなきゃいけない部分になってしまうんですよね。ただまあやっぱりこのスタイルの方が勝るので、うん、そうですね、全然我慢できる。だからそうそう、我慢できる範囲だと思いますよ。それはチェロキーとかグランドチェロキーに比べたら乗り心地は劣りますけど、これ右行きましょうか。なんかでもしっかり感はありますよ。結構そうですね、ドシッとしてる感じ、安心感があるんで。あとはやっぱり 4H オート搭載したっていうのも大きいです。そうだそうだ、そうらしいですね。ではもう完全に2区か4区かローレンジかというところなんですけど、 4H オートになると普
前後のトルク配分自動で変えるってことですか。そうですね。でも直結も選べるんですよね。もちろん、それがすごい。そんな車なかなかないですよね。どっちかですよね。ラングラーだけじゃないですか。ね、聞いたことないですよね。フルタイムか、ね、パートタイムかっていう、どっちかっていう感じがですね。両方選べますよね。すごいですね。今主流がもうオンデマンドなんで、まあそう考えると面白いですよね。だって冬場なんか、まあ雪の降る地方の方は4円ちょっとさえ入れていただければ安心して乗ってもらえるので、そのあたりも大きいですよね。結構ね、こうパートタイムだと女性のお客様なんて、瞬時にこう四駆に入れることができるんですよ。硬くて。まあそれは確かにそうかもしれないです。だから僕もそのランクルがパートタイムの切り替え式なんですよ。はい、雪道走るときどこで入れるかすごく迷うんですよ。そうですよね、入れるタイミングを。で直結になるんで小回り効かなくなるじゃないですか。そうですね。そうそう。そういうのを考えるとどこで入れるかって迷うんで。ロードの性能を損なわずにいろいろ快適性は普段使いの快適性を上げてるって感じですか。そうですね。なんか聞くところによると、その以前までこうラングラー乗っていただいたお客様の意見を取り入れながら改良されたっていう感じです。ああ、なるほどね。かなりかゆいところに手が届いたっていう、そんな感じじゃないですかね。ドアにストッパーがついたりとかね。ドアブランってならないですよね。確かにあれ怖いですからね。あとピラーにも捕まる取っ手がついてますよね。以前はついてなかったでしたっけこれ。オプションでグラブハンドルつけていただいてましたね。なるほど。これあると結構背の高い車乗るの便利ですからね。そうですね。ドアにストッパーつけたりして改善しつつ、でも外ヒンジとかそういうのは変えてないっていう。そう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 。やっぱりあくまでもランクラーだよみたいな。今回はルビコンも通常グレードとしてラインナップされたので、そこも大きいんじゃないですかね。そうみたいですね。あ、でもその代わりあれですよね、2ドアは受注生産みたいになったんですよね。完全受注生産ですね。全然売れなかったってことですよね、前のやつで。国内で行くと需要はほとんどないです。そうですよね。それこそ本当にオフロードやる人しか欲しがらないですよね。今、ねまあ、現状と2台のオーナーになりますね。ああ、そうなんだ。で、お二方はやっぱり同じことをおっしゃってましたね。やっぱりスタイルそのものっていうのは、本来ラングラーっていうのは2ドアなんですよ。ああ、なるほどね。まあ確かに。なので2ドアにこだわったと。まあ、レザーシートが選べないだったりとか、8.4 インチのナビがついてこないだったりとか、エクステリアで行くと LED のヘッドライトがついてこない。これついてこないんですか。ついてこないです。じゃあここどうなるんですか。7インチのオーディオですね。あ、なるほど。あ、じゃあスマホにつないでみたいなことはできない。あ、それはできますね。あ、できるんですか。7インチなんですが、まあ、テレビとナビゲーションがついてこないというわけで、Apple CarPlay だったり、まあ、それはできるんですね。というのは対応になってます。まあ、じゃあ、まあ、最低限の実用面では問題ない。全然ですね。その2リッターのやつはこう発進の時のトルク感とは違うんですか。ちょっとスポーティーかもしれないですね。ああ、どっちかと回転が上がって進んでいくというか。まあ確かにな、ラングラーだから低い回転数で走っていきたいですよね。小さな車からの乗り換えの方で行くと、2リッターターボのラングラーって全然違和感はないですよね。なんかこだわりがなければね、乗ってその変な価値ではないってことですね。そうですね。キビキビ走ってくれますし、まあ燃費もいいですし。あっちの方が軽いんですか。軽いです。街乗りでおそらく9から10の間走ってますね。9から10行けば2番と変わらないですね。いいですね。なんかもかなりかっこよくレザーが貼ってあったりとか。そうですね。以前はなかったですからね。ああ、そういうことか。高級感も高級感出ました ね。 そうですね。
じゃないですか。なんか装備も充実して高級感も出たけど、本来のラングラーのいいところは消さないようにしてるって感じなんで、価格は、あ、高くなったって聞いた。そうだ、すごい高くなったって聞いた。価格になりましたが、なんかあの JL 型が、あ、JK 型が最後値段が上がったっていう、ね、はい、それはなんかモデルチェンジした時のショックを少なくするためじゃないかっていう憶測を聞いたんですけど、その通りですか。そういう話も出てますね。そうなんですかね、やっぱ。まあ実際のところでもどうですかね。まあ当然輸入車なので、まあ、価格の高騰だったりとかっていうのは全然あるので、まあただタイミング的に考えると、やっぱり JL の価格の前に一度価格を上げてっていう、まあ今年やかな噂、まあ 100% 否定はできないですよね。でもラングラーっていうと結構お買い得な車だと思いますよ。だってね、日本車でランクルとか買おうとしたらもっと高いじゃないですか。高いですね、はい、輸入車の割にはお買い得な車だと思ってますけどね。まあ、ジープのブランドからするとランドクルーザー、まあ、かなり上級のあのグレードを買われる方っていうのは、うん、ラングラーじゃなくて実はグランドチェロキーなんですよね。あ、ライバルとしては、うん、でランクルプラドを視野に入れられてる方って比較的こうラングラーも見られるんです。あ、そうなんですね、うん、あ、プラドとラングラーで比べるんですね。そうなんです。あ、でも プラドでも500万ぐらいしますよね。そうですね、価格でいくと、まあ、そこそこいいお値段するので、うん、ただプラドとラン、グランドチェロキーって比較すると、やっぱりグランドチェロキーちょっともうちょっと頑張らないといけないかなっていうイメージですね。ランドクルーザーまで行くと今度グランドチェロキーが安かったりするので、具体的に言ったら最近は本当にあの女性のオーナーさんも多いんで、ラングラー、女性でラングラー指名買いしてく人いるんですか。いらっしゃいますよ。軽音からお乗り換えの方も軽音、ね、から、はい、すごいですね。でもこう元をたどっていくと四角い車が好きな方が多いです、ね、ああ、でもそこでレネゲードじゃなくてラングラーがいいっていう、そうですね、人もいらっしゃるんですね。それはなんでそのレネゲードとかじゃなくてラングラーを指名するんですか。何ラングラー指名される方ってあのいわゆる四駆女子ですね。ああ、はい、ジムニーだったり あの辺りこう乗られてた方、スタイルで乗られてた方が、まあそこそこ、こうあのお仕事頑張られて、ちょっと余裕が出てきて、いよいよステップアップでそうなんです、ダングラーだとっていう方が多いような感じですね。なるほど、まあ、確かに日本車でそういう選択肢がないんですよね。ないですね。ジムニーは ねめちゃくちゃそれこそまた1年待ちとかで売れてるけど、じゃあそれより大きいそういう車っていうとないんですよね。実際のところ新車で買おうと思うと、前のモデルのエクストレイルなんかはわりかし四角いデザインだったんで、こう女性が選ぶっていうケースも多かったかもしれないんですけど、今やっぱりこうあの流行りのスタイリッシュな形になったので、だから入りましょうか。ここですね、ここに入っていいですか。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。